5月下旬、雪がまだ多く残るニセコの山を登ります。残雪の上には竹看板の新緑が眩しく輝いています。雪がレフ板のように下から葉を照らすからです。ニセコアンヌプリ山頂までは五色温泉の登山口から2時間の行程です。15分登ると雪がなくなって景色が広がってきます。雪解けから千島桜の花が咲いています。雪の早く溶けた場所にツバメオモトの花が咲いています。鮮やかなピンクの花は紫ヤシオツツジの花です。登山口から30分登ると景色の良い丘の上に着きます。ここから見る景色は素晴らしく、わずか30分で普通の山の山頂に登ったかのようです。ニセコ連峰がきれいに見えてきます。ゆっくり景色を楽しんで元気に山頂へ向かいます。山にはまだ多くの雪が残っています。それでも下界は新緑の季節です。麓の畑ではそろそろ苗を植える季節です。ニセコの山は北海道で一番雪が多い山なので、植生が本州の山よりも2000メートル高くなっていて、標高800メートルの低山で森林限界を迎えて、高い木がなくなり、視界が一気に広がります。低い木の林を抜けると、アンヌプリ山頂が近くに見えてきました。下界はペパーミントグリーンの新緑の絨毯です。5月下旬なのに早くも高山植物が咲いています。ミヤマキンバイの黄色い花がきれいです。岩場に輝いて咲いています。雪解けに咲く白根葵の花を見つけました。
新緑の緑と残雪の白のゼブラ模様が綺麗です。雪は7月にはほとんど消えてなくなりますが、ニセコの山は8月上旬まで雪が残るところもあります。雪解けの後にたくさんの花が咲いてきます。登山口から1時間ほどで景色の良い休憩場所に着きました。ここから見るニセコ連峰は絶景が広がります。ニセコ連峰をバックに登っていくと、お目当ての花を見つけました。キバナシャクナゲという花で、雪解けで真っ先に咲く花です。この花は北海道では、大雪山や羊蹄山など2000メートル近くの標高の高い山で咲きますが、1100メートル付近で5月下旬に咲くのは、ニセコアンヌプリだけです。キバナシャクナゲの花は、ハイマツの中に咲き、クリーム色の花が綺麗です。キバナシャクナゲは、シャクナゲの仲間の中でも、高山帯に見られる植物で、強い風に耐えられるように地面を這う形をして咲いています。1200メートル付近が一番急な登りになります。ここを頑張れば山頂が見えてきます。尾根に上がると山頂が見えてきました。夏には尾根の両側にエゾカンゾウの花が咲きます。登山口からゆっくり2時間かけてニセコアンヌプリ山頂に上がりました。山頂に着くと今まで見えなかった羊蹄山が真正面に見えてきます。アンヌプリ山頂に何回登っても羊蹄山が見えたこの瞬間が最高のご褒美です。山頂で景色を見ながらお昼ご飯をいただきました。絶景を見ながら最高の贅沢です。
山頂から360度の大パノラマが広がります。ニセコ連峰から羊蹄山につながる絶景はこの山でしか見られない最高の大展望です。青い空に浮かぶ白い雲が綺麗です。ニセコアンヌプリの山は11あるニセコ連峰の最高峰でニセコ連峰の主峰の山です。ニセコ火山群に属し70万年から25万年前に火山活動があり、安山岩質の溶岩流が繰り返し噴出してできた山です。ニセコアンヌプリの名前の由来はニセコアンヌプリ絶壁に寄りかかった山というアイヌ語からです。アンヌプリ山頂には北峰と南峰の2つの山頂がある相似峰です。山頂の北側には日本海、南側には太平洋の2つの海を眺めることができます。倶知安町の市街と周りの畑がきれいです。洞爺湖と臼山も近くに見えます。山頂の東斜面の眼下には翡翠のような真っ青な鏡沼が見えます。シャコタン半島と青い日本海がきれいに見えます。山の上に日本海が見えるのが不思議な光景です。目くんないだけでは雪が多く残り、6月上旬まで山スキーが楽しめます。羊蹄山はニセコ連峰には属せずに単独峰で、広大な平野に美しくそびえています。ニセコアンヌプリの南峰には15分で行くことができます。尾根道には小さな花が咲いています。イチゲの中で一番小さいエゾイチゲの白い花がきれいです。キバナシャクナゲの花がきれい咲いています。残雪にクリーム色の花が合います。北峰から15分で南峰に着きました。
南方からニセコの町がきれいに見えます。7月上旬にアンヌプリ山頂にエゾカンゾウの花が咲いてきます。アンヌプリ山頂から見る羊蹄山が一番美しい姿です。アンヌプリスキー場の上からパラグライダーが飛んでいます。標高差1000メートルあり、ニセコは北海道で一番のスカイスポーツのメッカです。色とりどりのパッチワークの畑の上をパラグライダーが飛んでいます。羊蹄山の真上を飛んでいます。1308メートルの低山とは思えない素晴らしい絶景です。この美しい景色の中を飛んでみたいですね。色とりどりのパラグライダーがきれいです。ニセコ連峰の真上を飛んでいきます。色彩の畑のパッチワークがきれいです。
夏の入道雲が湧き上がります。夜中1時に五色温泉をスタートして登り、アンヌプリ山頂に3時に到着して朝焼けを待ちました。アンヌプリ山頂から眼下にクッチャン町の夜景がきれいです。神々しい朝焼けが始まりました。美しい朝日が上がりました。ニセコアンヌプリでは9月20日過ぎにニセコで一番早い紅葉が始まります。松の濃い緑に裏白七竈門の真っ赤な紅葉がきれいです。
ニセコアンヌプリ山頂からしか見ることができない紅葉の絶景です。ニセコは冬のスキーで有名なところですが、新緑から夏、紅葉の季節がニセコ最高のシーズンです。紅葉のピークが終わると、ニセコの山に雪が降り、11月から半年間の長い冬が始まります。